はい、ここはですね、福島駅です。福島駅にやってまいりました。これからこの道路を挟んでこちら側でライブをします。でライブに協力してくれたナイスガイたち、ありがとう。マジでマジありがとう、マジありがとう。神戸出身でございまして、神戸、地元神戸でですね、この6ヶ月こういった形で、音楽をやりながら、募金活動というのをずっとやってきました。それでですね、神戸の、路上にいる方々から、温かい支援をいただきまして、それで、ある程度の金額3万5,511円集まりましたので、それを今回ですね、直接、いわき市の市役所の方にお届けさせていただきまして、それからですね、福島駅の方に今来させていただいたんですけれども、これからですね、駅前でちょっとライブしようと思ったらちょっと許可が下りなかったので、ちょっと駅から道路を挟んで向かい側、こっち側で、ライブさせていただきたいと思います。福島の復興を本当に心から祈ってます。神戸からやってきました MC 中と申します。言われへんよりな、有言実行してるよ。俺は誰も知る
言葉、平和的な言葉、いえ応援したい、いえただそれだけのこと、いえ応援しとうぜ。神戸から16年前の俺も被災したけど、そこから立ち上がった神戸の街から、確かに助かりなしでやってきましたし、いえみんな調子はどうですか、いえそればっか言ってるけどさ、今日は俺はほんま本気でやってるから、ちょっと見てくれないの、そこの人は信号待ちしてる人、元のヒップホップ鼓膜震わせたらわかる、そうで鳴らしてる男です、俺は MC なんかと申します。 Yeah Yeah Yeah、 インターネットを開いてよ、ほんで YouTube 見たらすぐ出てくるはず、俺の映像それ見てよって言っても見てくれる人あんまおらへんのかもしらんけども、やっぱ福島、この場所を愛し誇りを持って、自分の生活家族守って、大事に生きてる人一人一人の人にありがとうございます。そういう人がいるから福島まだゴーストタウンになってない、だからそれにエールを送りたい、みんな一人一人の人を頑張ってください。Cats keep on struggling to stay there safe. And then the mother is poor. Yeah, it's this big engine. Yeah. 楽に行きましょう、楽に。ゆっくりやるんで。時間もまあ限られてるんで、大事なことを選んでいいだと思います。あとざわつきます。なんかね、今日ほんまに俺不安やったんですよ。神戸から来て関西弁でこうやってなんかサウンドシステム出してこういうなんかメッセージカード出してやろうと思ったのはいいけど、やったところで誰もなんか聞いてくれんかったらどうしようかなとか、まあ、あと今日も駅前でやろうとしたらちょっとまあ許可下りんくてやめろ言われて、まあ、正直まあ残念やったけど、まあ、でもここでやられてることがほんま喜び、心に驚きと喜びがほとろびあったらそこの来たまえみんな、ほから俺自身はやっぱヒップホップが大好きやから、それに乗せてやっぱ言葉心はその中にある、だからみんなそれを伝える、俺の姿見てくれるかな、こんな時間があってもいいちゃうかな、たまにはこういう音楽聴いてみるのもどう、そこのおじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんちっちゃい子供でも接客万来 That's right、 こんな感じで街並みでやってるガチガチじゃない、リラックスしたヒップホップに俺はかけてきた、この瞬間に充満してきた、この集中もとループするずっとしてたら時間なんかすぐ過ぎるから、ここで時間を大事にしたいと思ったから、ここでやってます、ヒップホップ必死のライブ、みんなに伝わるかどうかわからんけども、俺の顔はこんな感じ、そこの聞いてくれてもらえない、神戸から来ました、神戸から来たって言ったらみんな驚くかなって思ったけど、それ無駄や、さっきから何言ってんの、俺はやっぱ自分に突っ込んでるよ、こんな感じリズムと共に息づく日は昇れ沈む、明日も同じかどうかわからんけど、みんなに伝えたい神戸からの感謝の気持ち、16年前に助けられた俺たちは今は何事もなかったかのような生活してるけどもさ、あの時助けてくれた人絶対ここにもいるはずやから、ほんまにありがとうございます。その気持ちを恩返しとして伝えるために来ました今日は。ちょっと時間遅くなっちゃったけど、まあ、怒られて止められるまでやろうと思うんでよろしくお願いします。そういうクレイジーな人なのでお願いします。 Yeah Yeah One Two One Two Hip Hop Hip Hop Yo Yeah、 みんなに伝わるかどうか、 Yeah それ実験してる、 Yeah、ここ福島のストリートでストイックを証明しよう、 Yeah、 福島駅の自分室の人、まあ自分俺の気持ち、 Yeah、 伝わったのはいいけど、 Yeah、 許可してくれなかったのはしょうがない、だからとりあえず超ヤバい音引っ下げて道路の反対側に来ました、だからここで生かした音楽流してる男は MC になったと申します。神戸からやってきました、新幹線乗って、Yeah、 長い道のりでも全然気にせずに、Yeah、 飯食って、Yeah、 ジュース飲んでタバコ吸って途中下車してはそれから乗り換え、Yeah、 品川で降りてそれから環状線で上の、Yeah、 それからいわきに行ってさ、いわき市役
クションにこのお金届けた。37,531円、ありがとうございました。神戸の人にこの箱を置いて、俺がその傍らでラップして、こんなやり方でみんなにポピッと取りました。ほんで集まったお金があれやけどもさ、これ自慢してるわけじゃないねんで、ほんま金額なんかどうでもいい、ほんまは10万20万30万集まった方が良かった、でもさ地道にやってきた結果やね、1回200円300円でもいいからみんな、ちょっとずつ入れてくれてた、そのことを俺は知ってるから、このお金がどれだけ大事か、それをみんなに伝えたい、神戸の人に俺は感謝してる、だからその感謝の気持ちを伝えるためにこのラップストーリーは続いていく、福島の人にどれだけの俺の福島に対する言葉が伝わるかどうかは、今実験してるから、明日以降の話、だからこの子でやってるラップにみんなが覚えてるかどうか、明日も明後日もし明後日も俺はさら神戸にいるよ、いつでもラップしてるよ、路上で暴走してる放送局、こんな感じで俺は暴走族じゃねえぞ、安全な男、こんな感じラップスタイルなんか関係なく伝える、日本全国のラッパーやばい、曲作るんやったらこういう活動もどない、こっから俺はかっこよくないかもしれんけど必死でやってるから、ちょっとでも聞いてくれる人に送るチーズ、俺のスキル Still improving never day I wanna say my name again and again、 こんな感じでやってる英語も合わせてるよ、このヒップホップさん、こんな感じで日本語ヒホッとした、英語中国語も合わせた三角語のラッパー MC なんかと申します、 こんな感じここで音を流したって誰も聞いてくれないかもしれねえけど、俺はあくまで聞いてくれはるまでやってみるだけだから、みんな高い壁越えてみんなの奥の方へ、くすぶってるものに俺を拾ってる、ほんでメラメラ燃え出したらそれが始まり、ガチなライン、こんな感じグッドタイミングに居合わせた皆さんにゴールデンタイムかどうか知らんけど、今は7時半になれそうやわ、だからこんなマジカルアワーミラクルでも起こってそうな気がする、気がつくともう夜だから、こんな音が踊る今日はダンスホールやってきて、ここは福島のストリート、みんな調子どうですか、俺は神戸からやってきました、俺はこの音しか持ってて、この音を聞きたいとライブパターンを頭の中に充満させてやってきました、このフリースタイルフリーランスの言葉が聞こえますか、まずは挨拶が我にフリースタイルかまして、みんなに伝える俺の気持ち、命ためつけた込めた生き残りかけた戦い、あむやまないとしても俺は気にしない、こんな感じで音楽流してみんなに話しかけてる、まるで罠にはめてるようでは、の名前は MC 中と申します、神戸でいつも路上で放送してる音楽をここにデリバリーして、間違いか正解か知らんけどステップは軽快でいつも遊んでる、子はこの福島で遊んでる、俺のラッピン気に入ったりし、全然気に入らないとかあったりするけども、そこのお兄さんビーボイですか、ヒップホップやっぱかっこいいですよね、ヒップホップやねんから彼、こんな感じヘッドバンギンヘッドバンギンヘッドバンギン、こんな感じマジでね、こんな感じのレスポンスくれてありがとうね、俺はここにいてはる人一人一人に話しかけて、明日帰るだから冷めることなく叫ぶ、みんなに向かってこの言葉感じてる、俺の音楽がうるさくてやめなあかんのやったらやめてもええけどさ、俺は神戸からほんまに気持ちを騒音で巻き散らして迷惑かけたいわけでもないんです、ヒップホップで音楽に乗せてみんなに俺の16年前の神戸での被災した気持ちとかみんなに、その痛感した俺の思い伝えて、なんか残してみんなに、エールを送りたい。
りはどう？俺は今日は仕事何から来たよ。ここ福島美しい海岸線と見た電車内からさ、こんな感じ。俺は MC 中っていう名前ですけども、俺なんか知らんわ。言われても当然、俺は無名の路上でやってるだけのラッパー。でもさ、実力はある程度高まってきたんや。ほらね、こんな感じ。